はい、小林です。皆様いかがお過ごしでしょうか。最近ちょっと iPhone を新調しまして、富士フィルムのアプリでこのカメラに写ってるのをスマートフォンで写すみたいなアプリがあるんですよ。で、前の iPhone はなぜかちょっとそれがうまく動作しなくてですね、で、まあ新調したっていうこともあって、まあこんな感じで見えるんですよね、この iPhone で。これがすごい便利で、ちょっと今日はこれを使って撮影しております。でですね、本日は僕の趣味の一つの DIY をしている姿をまあちょっと Vlog みたいな感じで撮ってみようかなと思います。まあ今日何作るかというと棚ですね。一応もう切って塗装まではした棚があるので、もう組み立てる作業を見ていただこうかなと思います。皆様の DIY の参考になれば幸いでございます。では行ってみましょう。はい、ひとまずですね、このラブリコさんから出ている丸棒をこうつなぐジョイントパーツを、2本分作り終わりました。結構この段階だと何を作ろうとしてるかわからないかと思うんですけれども、まあ、ぜひちょっと完成がどうなるか楽しんでいただければと思います。いや、結構ネジを16本入れるだけで、ドライバーで締めるだけで結構疲れましたね。はい、じゃあ次の工程に行きます。続いて使うのはこのこちらもラブリコさんから出ているアジャスターって呼ばれる部品です。これがですね、写真でも分かる通り木の丸棒を床から壁に突っ張ることができるパーツになっています。なので中身を開けるとこんな部品が出てきます。で、こう突っ張る感じですね。こういう風に突っ張る。はい、で、これをちょっと突っ張っていきたいと思います。はい、まず突っ張る前にですね、この床の方に来る部品をここの方につけていきたいと思います。で、ネジで留めるみたいなのでネジで留めていきます。よいしょ。はい、つきました。こちらを取り付けた後にこれをまた取り付けていきます。調節グリップって呼ばれるものですね。なのでここで多分突っ張りの具合をこういう風に回して調節するんだと思います。はい、ここにスタート線があるので回していきたいと思います。はい、スタート線まで回し切りました。はい、で、割ともうこれで準備が完了ですかね。あ、ちょっとまだ場所は未定なんですけど、ひとまずここでやってみますかね。立ちますね。はい、こんな感じで突っ張っております。はい、で、ここに先ほどの白い板を、これですね、これがこう来るような感じで取り付けていきたいと思います。一応ですね、こんな感じで丸棒にですね、穴の開いた板をこういう風に刺しております。この30ミリの、直径がこれ30ミリの丸棒なので30ミリの穴を開けたんですけれども、白でペンキ塗って、その塗料がですね、穴の内側に入って、ちょっとこう穴の大きさがちっちゃくなってしまったんですよ。ちょっとその関係で少し入れるのがすごく大変でした。
あのちょっとこうヤスリをかけて穴を大きく調整したりとかしてなんとか入ったっていう感じですね。でこの穴を入れた状態だと固定できないのでシェルフサポートっていう、まあ、これもラブリコのものなんですけども、これを使って固定していきたいと思います。はい、ということで穴の設置をしていきたいと思います。一応まあこんな感じで水平き立てて水平を確認してからネジを止めていきたいと思います。一場所ですか。今ここにギターをかけているところに設置しようかなと思っております。結構なんですかね、空間が広く見えるような気がします。はい、ということでこんな感じで完成しました。まあ、鏡がここにあってでですね、4つ棚がこうついてるような感じです。はい、こんな感じです。まあ、まだちょっと仮なんですけれども、ここに Wi-Fi とかのゾーンがあって、まあ、ケーブルとかがこう見えるのが嫌なので、ちょっと後でボックスみたいに入れて整理しようかなと思ってます。まあ、ここはなんかおしゃれっぽいものを置いてみたいと思います。でここ充電スペースって感じですね。はい、なかなかいいんじゃないでしょうか。一応今回棚のこの色を白にしてみたんですよ。いつもだったらあのナチュラルのオイルみたいのを塗ってグッポい感じにしてるんですけれども、白にすることで壁と同じ色なのでなんか印象がいいですね。こんな感じです。はい、いかがだったでしょうか。まあ、今回ちょっと作ってみてなんですけれども、これを完成させるのに2万円しないぐらいって感じですね。2万円しないぐらい、もうちょいかな、1万7000円ぐらいだったと思います。まあ、その代わり結構労力が大変でしたね。なかなかこう1日でパッと作れるような工程ではなかったので、まあ、塗ったりとか切ったりとかそういった作業が入ってきたのでなかなか大変でございました。ぜひちょっと参考になるかわからないんですけれども、まあ、こういうちょっと棚の作り方というか、こういう棚の種類も DIY で作ることができるのでぜひ参考にしてみてください。本日もご視聴いただきありがとうございます。もしこの動画が気に入っていただきましたらグッドボタン何卒よろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いいたしましょう。それでは。